はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もね、海外発送物が一つ届きましたんでご紹介いたしますね。相変わらずペラペラなね、ゴミ袋のような袋の中に緩衝材なしで入ってましたね。シンガポールから送られてきたみたいですね。はい、箱はね、結構潰れてます。はい、何を買ったかと申しますとね、ブレードレスファンがね、ない充電式のハンディファンになります。約16日、2週間ちょっとでね、到着いたしました。購入金額は送料込み750円です。はい、中はこんな感じで、本体と充電用のケーブルが一つ。なんかね、思ったよりグリップが太いですね。色はね、あと一色、白とこのピンクのやつですね。これがありましたね。最近ね、この耳つきがね、多いんですけどね、好んで買ってるわけじゃないんですよね。ただ安いから、安いやつには耳がある、いう感じでしたね。まあ、ファンレス言うてね、ファンがないと言ってもね、中にね、送風機がないかといえばついてるんですね。この中にね、風がね、こういう形で送られて、この全体からね、ここからなんですけどね、ここから空気がね、こう前面に出てきますね。こんな感じでね、空気がこう送られてきて、こうですね、こういう感じで出てきますね。当然空気がね、こういう感じで流れていきますのでね、流速が速いですから、風圧がね、圧力が下がりますので、周りのね、空気を引き込みながらこう出ていくいう感じでしょうかね。こうね、今回はね、偶然にも近所のスーパーに行ったらね、広告の品品で497円でね、売られていたこの充電式のハンディファン、これをね、ちょっと比較対象したいなと思いますね。充電電流は今のところ最高で 0.62A いってましたね。充電中は赤の LED が点滅します。はい、白い方はね、 0.38A ですかね。充電中は赤の LED が点灯します。大きさはこちらが80×220×45、 こちらが 105×42×212、 149.89g、 本体は 133.39g、 スタンドの重さは 18.47g、充電時間はこちらが4時間、こちらが5時間って書かれてます。説明では両方とも 3.7V 2000mAh の充電池が入ってます。説明書はね、箱の側面に英語表記のみになりますね。モード1弱でしょうかね。10時間持つみたいな形で書かれてますね、こちらは。さすがにね、こちらの方は日本国内で売られてたんで、日本語表記になってますね、すべて。説明書自体はないですね、この外箱だけです。弱で 4.5 時間、中で3時間、強で2時間って書かれてますね。使用中に青の LED がつきまして、充電中は完了すると赤が緑になります。こちらも風量は3段階切り替えです。はい、充電完了です。こちらは赤の LED 点滅が点灯状態に。こちらは赤の LED が緑の LED の点灯に。両方とも充電中の操作は可能です。
ちょっとね、あの風の出るのが特徴がありましてね、こういう感じでしょうかね。この縁だけがこう流れている感じでしょうね。これ真ん中にこの風速計を当てると全然ね、あの動かないんですね。この位置、この延長線上でないと風速計が動きませんでした。中はこんな感じですね。モーターはね、ドローンに使われているモーターと同じですね。容器から外出すとね、騒音はそんなにないんですけど、やっぱりこう中に収めるとね、うるさいですね。これもブラシレスモーターですね。この部分が爪なんかで止まってなくてね、接着剤で止められてましたんで、ちょっと接着剤を塗らなければいけないんでね、500均のこのブラシタイプでね、これでちょっと塗っていこうかなと思いますね。こういう感じでね、本日はね、以上になります。ありがとうございました。失礼します。